2015年の、林さんちの愉快な米作りを始めます。まず、お客様に作業申し込み書を送ります。これが、お客さん、地主さんから届きましたら、次はパソコンに、お客さんの地番とか申し込みを入力していきます。そしてこれをもとに、今度は色鉛筆で、林さんちは至ってアナログで40ヘクタールで約600枚の田んぼがありますので、とてもじゃないけど機械に入れ取れません。そこで色鉛筆でこうやって作物別に色を塗っていきます。そして作付けを決定した後に、今度は農協さんにこういう資材を注文します。種もみとかいろんな、材料を注文して、これで2015年の米作りをスタートします。よろしくお願いします。